ふう、今日も疲れました。ここはサイト -8121。雄大な自然に囲まれた施設で、私、白鳥みなみは、オブジェクトの研究をしたり、財団の食堂で提供するお米の栽培を管轄したりしています。梅雨も過ぎ、青々と茂った稲の葉に朝日が照るのを見ながら、手元に積んでいた雑草をゴミ袋に入れます。この田んぼは無農薬栽培なので、どうしてもこういう雑草や害虫が出てしまうのです。今日の朝ごはんを食堂の A セットにするか B セットにするか、それともカレーライスにするかということを考えていると、あぜ道の向こうからエージェントさんがかけてきました。どうしたのでしょう。なんだかとっても慌てています。あ、いいところに。ちょっといいですか、サンドバッグさん。誰が米だわらですか。私は白鳥です。それより、どうしたんですか。あ、向こうの第491番田んぼに、SCP-240JP が収容違反を起こしたんですよ。SCP-240JP。何でしたっけ。私は、手についた泥を、近くの水道で洗い流すと、カバンからタブレットを取り出して、SCP-240JP の報告書を確認しました。あ、あのイナゴが。そうなんですよ。とにかく来てください。イナゴは、稲を食い荒らす害虫。一刻も早く駆除、いえ、再収容しないと、大切なお米が大変なことになってしまいます。私は491番田んぼに向かいました。まあ、なんてこと。私は顔を覆いました。私が到着した時には、もう491番田んぼは SCP-240JP で埋め尽くされていました。その数およそ0匹。あの、忌々しいイナゴが、私の子供であるお米を食べている。その事実だけで、私は真っ青になりました。わかりました。ちょっと待っててください。近くの倉庫へ駆け込むと、転がっていた空き缶をつかみ、ダラッシャー。そこをぶち抜きました。さらに、首にかけていた手ぬぐいを縛って袋のようにすると、空き缶に縛り付けました。即席虫かごの完成です。気がつくと、SCP-240JP の収容違反を聞いたのか、続々と、エージェントさんや収容部隊、手の空いていた研究員の方々も集まってきています。私は、倉庫を飛び出ると、こう叫びました。お願いです。私の大切なお米を守ってください。そこにいた人々が、おお、と声を上げます。思わず嬉しくなって、おお、熱いものが伝いました。岩礁に浸っている場合ではありません。私は、次々と即席虫かごを作ると、職員さんたちに配って、イナゴの捕まえ方を指示します。頼もしい方々が虫かごを手に491番田んぼへと踏み出していきました。2時間後、全身泥だらけになった職員さんたちが各々のかごを見せ合います。俺は0匹も捕まえたぜ。マジかよ、0匹しか捕まえてないわ。皆さんすごいですね。私はたった0匹でした。何、落ち込むことないさ。お前だってしっかり再収容に貢献したんだ。収容部隊の方々が SCP-240JP をカゴごと回収していきます。イナゴのいなくなった491番田んぼは太陽の日差しを受け、青々と輝いていました。皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。広げられたビニールシートの上には、真っ白なおにぎりと卵焼き、ウインナーなどが並んでいます。最終用中、
サイトの調理職員さんと協力して作ってきたのです。きっと皆さん朝ごはんを食べていないでしょうから。おお、いかにも朝ごはんって感じでいいな。お味噌汁もありますので、こちらに並んでくださいね。おいおい、お前あんまり一気に頬張るなよ。サイト -8121 に笑い声が響きます。最終用を終えた職員の皆さんは誰もが清々しい顔をしていました。でも、あの白鳥さん、はい、向こうの台1367番田んぼの方にも SCP-240JP が見つかったみたいなんです。え、さっきので全部じゃないんですか。はい、収容していたのが全部で0匹。第491番田んぼで収容したのをさっき数えたら0匹足りなくて、それで向こうにいたみたいなんです。イナゴとの戦いはまだ終わりそうにありません。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。